では定刻になりましたので、第18回総合資源エネルギー調査会、電力ガス事業分科会、電気料金審査専門小委員会を開催させていただきます。本日は大変ご多忙のところ、委員およびオブザーバー各位、そして傍聴の方々におかれましてご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日北海道電力からは説明者として酒井副社長以下の役員の方にご出席いただいております。では以降の議事進行につきましては安寧委員長にお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。それではいつものようにお手元の議事次第に従って進めてまいります。今回の委員会は3つ仕事がありまして、まず第1、9月11日付で消費者庁において北海道電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に関するチェックポイントが取りまとめられたと伺っておりますので、そのご説明をいただきたいと存じます。第2、9月11日木曜日に札幌会場で行われた公聴会と、インターネット郵送で国民の皆様より申し込みのあった国民の声について事務局からご報告をいただきます。第3、前回の小委員会における指摘事項への回答及び検討を深めるべき論点について事務局及び北海道電力からご説明をいただきます。それではまず消費者庁の岡田課長からご説明いただけますでしょうか。ありがとうございます。それでは資料3、右上に資料3と書いてございます資料をご覧ください。消費者庁では過去の他の電力会社の料金値上げ申請の際と同様の手続きとしましてチェックポイントを作成いたしました。9月11日にホームページ上で公表しております。このチェックポイントですけれども、これまでの本委員会での委員の先生方のご議論、北海道電力様の提出された資料などを踏まえて作成しております。また作成にあたりましては、前回概要を報告させていただいておりますけれども、消費者庁でが9月2日に北海道札幌で開催しました消費者庁と消費者との意見交換会において出された意見を踏まえております。また消費者委員会のもとに家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会というのを設けておりまして、そこでのご意見もいただいているところでございます。1枚目に1というページが入ってございませんけれども、1枚目ですが、全文の枠組みは、これまでのチェックポイントと基本的には変わってございません。1段落目では電気料金の値上げというのは国民生活に大きな影響を与えるということを書いております。2段落目ですは、徹底した経営効率化の努力を行っていただく、また十分な情報提供、明確な説明を行っていただいて、電気料金の値上げについて消費者の理解がより得られるようにすることが重要と記載しております。消費者の利益によりかなったものになることが求められていると記載しております。また意見交換会で意見として出ていたこともありまして、2段落目の最後ですけれども、北海道の市民生活と生産活動の基礎である電気を供給する事業者として、北海道電力さんには社会的責任を果たしていただくということが求められているのではないかということを記載しております。3段落目でございます。3段落目には今回のチェックポイントでの指摘事項の考え方を整理しております。これらの観点につきましては、この委員会でもご議論があったところでございますけれども、消費者委員会の調査会においてもかなり議論になったところでございます。第1に、今回の北海道電力さんによる値上げ申請というのは、電源構成変分認可制度に基づくものでございますけれども、それして査定対象は絞られるわけでございます。しかし今般の値上げ認可申請の前提としまして、効率化計画を項目ごとに着実に実施しているかが問われるということを記載しております。また、効率化の進捗状況、今後の収支見通しなども含めて、次のページでございますけれども、消費者に明確に説明する責任があるというふうに記載しております。2つ目ですが、前回の認可以降、中部電力さんの値上げ認可が行われているわけですけれども、同社の査定においてより厳しい基準が適用されている事項については同社並み、また今回再値上げということがございますので、それ以上の基準を達成するよう努力していただくということを書いております。第3に、電源構成の変更により、費用の削減が可能となった場合には速やかに料金値下げを行うことを明確にすべきということを記載しております。4段落目では、経済産業省に対するお願いを書いてございます。2点ありまして、1つ目は、査定項目につきましては厳格な審査をして、その結果を広く明らかにすること、
2つ目としましては査定対象以外の項目につきましては北海道電力さんの効率化努力を厳しく検証、またその結果を広く公表していただいて北海道電力さんに対して効率化の進捗状況についてこれまで以上に丁寧に消費者に説明するよう促すということを書かせていただいております。最後の段落では札幌の意見交換会で前回の値上げ申請の際に実施した意見交換会での意見と同じく再生可能エネルギーに関する意見が多数表明されていたことを記載してございます。2ページ目の中段以降からは具体的なポイントを書いてございます。まず総論としましては東日本大震災以降および前回の値上げ後の経営努力を明確に説明しているかということを書かせていただいております。各論ですけれども査定対象項目とそれ以外に分けております。査定対象項目ではないもの、これは3ページ以降に書いておりますけれども、事業者による積極的な取り組みや消費者への丁寧な情報提供説明が求められるとさせていただいております。2ページに戻っていただきまして査定対象項目ですが燃料費、購入電力量等につきましてまずメリットオーダーの徹底の観点から丸2、丸3の2つを書かせていただいております。3ページ目に行っていただきまして丸4では使用済み燃料再処理に関する契約について内容と原価の関係の説明を書かせていただいております。これは消費者庁が実施した意見交換会で出された意見でありまして、かなり消費者の方々も関心が高いところでございます。単価の引き下げについては丸5、丸6の2点書かせていただいております。以上が査定対象項目についてのチェックポイントでございます。3ページ目の中ほどですけれどもここからは査定対象項目ではないものについて書いてございます。1つ目としましては経営効率化でございます。消費者に大幅な負担増を求める前提として項目ごとに査定ベースの効率化を達成するにとどまらず最大限の企業努力を真摯に行っていただくべきと、またその内容を積極的に消費者に伝え共感を得られるように努めるべきという観点からそこに書いてございます丸7から丸15の9項目を記載してございます。丸7ですけれども費用項目別に見て査定ベースの効率化が未達成のものについてその理由を明確に説明されているかどうかということが丸7、丸8から丸10は人件費あるいは役員報酬について書かせていただいております。丸11は競争入札比率について書かせていただいております。1枚めくっていただきまして、丸12は修繕費について書かせていただいております。その他、諸経費、資産売却、さらなる経費削減の余地はないかといったことについては丸13から丸15、3点記載させていただいております。4ページ目の中ほどからは料金体系につきまして記載しております。消費者向けの節約メニューということで丸16を記載させていただいております。丸17は今回の値上げが消費者にとりまして大幅な値上げであるということを踏まえまして消費者のための激変緩和措置を、が具体的に検討されているかということを指摘しております。丸18では供給約款と洗濯約款料金の間特にオール電化とそうでない場合ということで消費者にとっての平等性が確保されているかということを指摘しております。丸19ですけれどもこれは小額一般家庭の利用者にとっての負担の緩和ということを書いてございます。これらは消費者委員会の調査会でもかなり議論がなされた案件で項目でございます。4ページ目の下からは今後の料金値下げについて書かせていただいております。電源構成の変更によって費用削減が可能となった場合には速やかに料金値下げを行うことを明確にすべきという観点
を記載してございまして、まあ、この論点は前回のこの委員会でもかなり議論が終わりだったわけですけれども、消費者委員会の調査会でも、まあ、こちらでもかなり議論が あったところでございます。今回の、まあ、料金改定の原因になった事象、まあ、これは原発が動かないということでございますけれども、まあ、想定より早く解消される場合、またその想定通りの時期以降であっても原価算定期間内に解消される場合、またその原価算定期間終了後に解消される場合と、それぞれの場合に、まあ、において速やかな値下げが確保される措置が取られているかということを、ちょっとくどいようですが丸20で書かせていただきました。まあ、21では、原価算定期間内に、まあ、その変動が解消されない場合でも値上げは行わないということの確認をということで書かせていただいております。最後ですけれども、まあ、5ページ目の、真ん中からですが、まあ、今後中長期的に、取り組むべき事項としまして、3つつけております。1つ目のエネルギー政策の今後のあり方につきましては、まあ、これまでのチェックポイントと同様の立て方をしております。それに加えまして、まあ、北海道電力さんの特業の事項として、まあ、新エネルギーの織り込み方について、まあ、明確に説明しているか、またそのエネルギーの普及が料金値下げにどのように影響するかということについて23と24で記載しているということでございます。以上でチェックポイントの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。大抵の項目は、まあ、当初委員会の問題意識とも共通しておりますので、まあ、大いに参考にして、今後の審査に生かしていきたいと思います。どうもありがとうございました。それではですね、続きまして、公聴会の結果及び国民の声について、事務局よりご説明をお願いいたします。はい、では、右から資料4と記載されております。資料をご覧いただけますでしょうか。私の方から公聴会及びパブリックコメント手続きであります国民の声についてご報告申し上げます。まず公聴会につきましては、これは電気事業法第108条に基づきまして、公式の電気料金申請に係る審査プロセスの一環として位置づけられているものでございまして、広く一般の方のご意見を聞くことを目的としまして、去る9月11日に札幌で開催をいたしました。それで周知期間募集に対して合計で26名の方から意見陳述のお申し出を頂戴いたしまして、ご希望通り全員を陳述人として大臣指定をしたところでございます。当日は22名の方にご出席をいただきまして、ご欠席の方全員も含めて文書でご意見をいただいているという状況でございます。それで当初委員会からも安寧委員長、梶川委員、辰巳委員、永田委員にご参加をいただきまして、議事進行につきましては安寧委員長が執り行うということで、また残りのそのお三方、お三委員におかれましても、すべての意見陳述を直接お聞きいただくとともに、複数回にわたりまして、それぞれ所感、コメントをいただいたというところでございます。また消費者庁からもオブザーバー参加を頂戴いたしました。でページをめくりいただきまして、まずいただいたご意見及び提出いただいた文書による意見につきましては、この資料の束の後ろの方に参考資料2、2の1、2の2、2の3とそれぞれございますけれども、その束の中に、全文、掲載させていただいておりますので、後ほどご覧いただければと思います。で、この資料4の2ページ目に、主ないただいた意見の概要を記載してございます。いくつかのカテゴリーに分けられると思っておりまして、私自身ももちろん全員の方のご意見を伺いましたけれども、まずやはりとにもかくにもその値上げの影響が非常に大きいというご意見がございました。その観点から値上げ申請を撤回し抜本的な合理化努力を行うべきであるというご意見、また消費者の生活への影響が大きく際限のない電気料金の値上げには十分な検討が必要というご意見がございました。また2つ目のカテゴリーとしまして、非常に多数の方々からご意見あった論点として、経営効率化
の徹底についてということで、通常その経営がうまくいかなかったときに中小企業は、無理無駄を省き、役員を減らし、役員報酬を減らし、職員給与を減らし、リストラを行って、最後に、ユーザーに値上げをお願いをするという順番であって、今回の値上げについては順番が逆ではないかというご意見、またあらゆる諸経費についてコスト削減の努力を十分行うべきで、役員報酬、人員給与の削減や株式、有給資産の売却などあらゆる検討することは当たり前とのご意見、またその電源構成変分認可制度に関連しまして人件費は審査対象外とのことだが、ぜひ精査してほしい、こういったご意見がございました。また査定の主たる対象としての燃料費につきましては、これも複数のご意見ございましたけれども、例えば東京電力の例を挙げられまして、発電部門の分離や再生可能エネルギーの部門の分社化等、いろんな方策を他事業者においては取っているということで、そういったこともいろいろ検討して値上げは最後にしていただきたいと、といったご意見がございました。またこれも非常に多数の意見中心の方からご意見いただいた論点としまして、原子力発電についてということでいくつかのご意見をいただいております。例えば泊原発の安全対策の追加費用についてこれ以上膨らまないと保証してほしいといったご意見、また国によるその支援補助を得てでもできるだけ早期に廃炉にした方が放射性廃棄物の処理費用も含め長期的に安価で安全ではないかといったご意見、また福島原発事故のような事故が起こったときに北電として対応できるのかといった、これはご質問でございましたけれども、そういったご質問、また再稼働については今までの40年50年の技術の蓄積もあるため賛成をしていると、安全安心対策をしっかり行ってほしいといったご意見、またその泊原発について3基すべてを再稼働する必要はないのではないかといったご意見がございました。またその他節電はすでに浸透していて電気代を切り詰める余地はもう残されていないといったご意見、またこれも非常に多数の方からご言及がございましたけれども、再生可能エネルギーに関連しまして電源の多様化を推進するとともに新しいエネルギー開発に努力し新しいエネルギー分野の展望を示していただくことへのご要望、またオール電化住宅あるいは年金生活者に負担になるという点のご指摘、地域経済道民生活の影響を計り知れないといったご意見、また産業界への影響ということで、この公聴会におきましては特にその2業種から一つはその医療として医療機関、病院のお医者さんでいらっしゃいましたけれども診療報酬という公定価格で成り立っていることから価格転嫁が難しいと、したがって新たな対策を実施することについては病院経営上非常に厳しいといったご意見、また複数の方のご参加をいただきましたけれども水産業および水産加工業ということで製品に占める電気料金の割合が非常に高く今回の値上げは看過できない、こういったご意見をいただきました。また合わせてパブリックコメントで国民の声というものをその募集をいたしまして、これも合計で285通のご意見を頂戴をしております。こちらについては基本的にその中身を参考資料3で添付をしておりますので、これも後ほどご覧いただければと思いますが、大まかなカテゴリーで申し上げると先ほどの公聴会の件のカテゴリーで申せば原子力発電全般に関するもの85件、北海道電力としての経営努力の不足に関するご意見が75件、人件費に特化したご意見が70件、その他燃料費に関するご意見が5件、制度としての総括原価方式の見直しに関するものが5件、こういったご意見を頂戴をしてございます。以上でございました。参考資料2および3で、それぞれ記載されておりますけれども、いずれにしましても小委員会としてしっかりと受け止めて今後のその小委員会における審議そして査定方針の
方に反映をさせていただきたいということで考えております。事務局から以上です。どうもありがとうございました。それでは後ほど公聴会にご出席をいただいた委員の方から簡単にコメントをいただきたいと思います、まあ、この会議の終わり頃に梶川先生にはお帰り際の頃にお願いいたします。それではですね、今日特に議論をしていただかなければならない点ですが、前回の委員会における指摘事項及び検討を深めるべき論点に議題を移したいと思います。まず事務局より前回の委員会での指摘事項とこれまでの委員会において論点となっている項目についてご説明をいただきます。その後北海道電力さんから質問に対する回答及び論点に対するご意見をご説明をいただきます。それではまた伊藤課長からお願いします、はい、では右側の資料5と記載されてある資料をご覧ください。毎回、申し述べておりますけれども、まあ、前回までの、まあ、宿題事項の整理ということでございまして、まあ、これまでと一部重複もございますけれども、まず1点目は、需要想定の見直しを、まあ、料金改定にあたってどう反映していくかということでございまして、これは後ほど論点のメモで私の方からご説明いたします。またナンバー2としまして修繕あるいはその水力発電所の作業停止点検計画について、まあその前回の認可時の想定との関係も含めてどう考えるかという論点がございました。また3と4につきましては再生可能エネルギーの扱いでございまして、まあその北海道電力からより説明をいただきたいということとともに、最終的にその査定でどういう扱いをするかという論点がございました。また燃料費についてはその5と6で燃料費のまさにその査定方針をどのような形で決めていくかといったような論点がございました。これについても後ほど論点メモでご説明申し上げます。また購入販売電力量に関しましては特に取引所取引にあたってのその予備力の考え方、これについて松村委員から北海道電力に対してそのご質問をいただいておりまして、まあ、これをどう整理していくかという論点がございました。また経営効率化については8、9、10と、まあ、さらに北海道電力からのそのご説明を求めるということとともに、まあ、最終的にこれをどうユーザー還元していくかということについても問題提起をいただいております。で、そのペーパーの裏面をご覧いただければ、最後、まあ、前回の商品会でかなり長い時間を費やして、値下げの条件につきましてご議論いただきましたけれども、これらについて、まあ、値下げを、まあ、電気事業法100条の認可条件としてどのように位置づけるか、そもそもその100条の条件の前例があるかないかと、まあ、これはちょっと後ほど私から論点メモの中でご説明を申し上げます。以上が前回の宿題でございました。続きまして資料6というパワーポイントの資料をご覧いただけますでしょうか。まあ、小委員会と並行しまして、まあ、事務局から委員長各委員にも個別にご相談等をしまして、それぞれの査定の中身は今詰めているところでございますけれども、まあ、今後査定方針案を小委員会として審議そして取りまとめていくにあたって、まあ、本日時点で、まあ、ある種その積み残しといいましょうか、さらに検討を深めていただくべき論点を整理をさせていただいております。で早速3ページ目から、1つ目は、これも何度も議論いただいておりますけれども、そもそもその需要想定の見直しを行うかどうかということでございますが、資料4ページ以降に、たくさんデータを付けさせていただいておりますけれども、まあ、端的に申し上げると種々試算を行いましたけれども、今回の北海道電力からの料金改定申請のケースにおきましては、需要想定の見直しをすることによって、まあ、かえって料金単価が上昇するという結果が出ております。それを踏まえまして3ページの下段に記載してあります通り、需要想定を見直すことによって結果として料金単価が上昇する場合においては需要想定を見直さないということで良いかという論点を記載をしております。続きまして8ページまで飛んでいただけますでしょうか。
これも同じく、まあ、ある種需給前提計画に関連するテーマとしまして、水力発電の扱い、ということでございます。先ほどあの前回の宿題にもありましたけれども、小委員会での主な意見、あの8ページ目の下段に小委員会での主な意見を記載しておりますし、9ページには公聴会でのご意見、またその消費者庁、先ほどご説明いただいたチェックポイントの中でもメリットオーダー徹底のための方策のに関連しまして、水力や再生可能エネルギー等 の, その今後の活用見通しを含め明確に説明しているかといったご論点もいただいておりますが、まあ、これらを踏まえまして、9ページの下段に記載してあります通り、水力発電、に関して、原発の再稼働の遅れに伴い揚水発電が減少するともに、まあ、作業停止計画が増加をしているということで、まあ、結果的にその水力の発電電力量が、まあ、かなりの程度その減少すると、まあ、こういう申請内容になっているわけでございますけれども、特に前回認可時の想定よりも、まあ、これまた顕著に増えている作業停止計画の増加と、まあ、これについて、まあ、査定上、料金査定上どのように考えるべきかと、という論点、まあ、端的に前回認可時の想定を、まあ、変えないということで、査定上扱ってよろしいかどうかとということを論点として挙げさせていただいております。あの10ページ以降で参考資料を付してございます。で、続きまして論点、13ページをご覧いただけますでしょうか。これも水力と同じく、まあ、結果的にその火力燃料費の扱いに、まあ、影響する、前提計画としての論点としまして、太陽光発電の扱いでございます。13ページには小委員会でのご議論、そして14ページには公聴会、そして消費者庁チェックポイントでいただいている論点を書かせていただいておりますけれども、それらを踏まえまして、14ページの下段、太陽光発電について、まあ、前回認可時に比べ、一部減少しているところがあるわけでございますけれども、で先般、北海道電力からはその、まあ、他事業者の工事の遅れ等をその要因とするという、まあ、ご説明をいただいているわけですけれども、これを料金査定上どのように考えるべきかという論点を記載させていただいております。この点につきましては、あのまた後ほど北海道電力からもご説明があると思います。で続きまして、19ページご覧いただきましょうか。火力燃料費、あの、まあ、電源構成変分認可制度の、まあ、主たる査定対象でもございます火力燃料費についての論点で、まあ、これはあの今までの小委員会でもかなり、多岐にわたるご議論をいただいている論点でございますけれども、小委員会でも、そして、20ページ公聴会におきましても、やっぱりその電編の主たる査定対象である以上はしっかりと査定をすべきであるとのご議論が体操でございました。それらを受けまして、20ページの下段にございますように、まず火力発電所の点検工期等につきまして、最大限の努力を求め、それによってその期間を短縮するということが、まあ、可能ではないかという論点、また、燃料費につきまして、これまで以上に、まあ、2回目での値上げということも踏まえまして、厳格な査定を行うべきではないか、先行他社での査定も踏まえて各社が独自の調達力を行っていることを踏まえまして、増分燃料費増分の調達単価等についてはさらなる効率化努力が促されるよう、査定上も年始ごとにトップランナー基準や一定の調達努力の織り込み等のメルクマールを用いるべきではないかと、こういった論点を記載しております。またそれに関連しまして、23ページこれもあの前回の小委員会で委員長からも問題提起をいただいております。改めて制度の趣旨における火力燃料費の査定の意味合いでございますけれども、あの電編認可制度において以下の観点から火力燃料費の査定にあたって追加調達分の単価について見直しを行うということで良いかとでございますけれども、あの省令上
はですね、そもそも燃料費の変動額を査定をすると、まあ、こういうことになっているわけでございますけれども、追加調達分について、まあ、今回その料金有識者会議の結論も踏まえて、いわゆるその電気事業法第19条の認可、能率的な経営の下での適正な原価ということで、まあ、これをチェックをするという、まあ、自動転嫁ではなく、まあ、認可手続きにかからしめているという、まあ、制度の趣旨があるわけでございますけれども、まあ、これを踏まえて原価の適正性を保つために、まあ、その構成要素たる数量及び単価、まあ、数量かける単価で、燃料費というのが出てくるわけですけれども、まあ、その双方をその査定対象とすると、まあ、その全体で変動額の変動をまさに、チェックをするということで、よろしいかという論点でございまして、まあ、ちなみに、まあ、一つの解釈として原子力の想定発電量を単にまあその火力発電量のまあ数量のみということで見るということであれば、その数量そのものについては、まさにその機械的な計算で済んでしまうということでございますので、まあ、その場合にはその19条の認可という趣旨からまあ離れるのではないかと、こういうことで整理をしております。ちなみにその根っこのところについては、あの根っこのところというのは、まあ、この下の表にあの絵にもございますけれども、前回認可時の燃料費については前回認可時のそのまあ単価を維持するということが想定をされるということでございまして、今申し上げたのはその増分燃料費増分について、まあ、単価のあり方を含めてしっかりと査定の対象とするということでございます。でその際に、まあ、仮にその今申し上げた火力燃料費の査定にあたって、まあ、単価も含めて見直しをするということの場合に25ページでございますけれども、あのこれまでも、先行他社の、まあ、燃料費の査定というのはずっとやってきているわけですけれども、まあ、その査定の方法、査定のベンチマークをどうするかという論点がございます。どのようなベンチマークで単価のあり方をそのチェックをするかということで、25ページにはまあ大まかに3つぐらい、その査定のやり方を記載させていただいておりますけれども、1つはまあ燃料種別ごとに単価のトップランナー査定を行うということでございまして、まあこれまでもあの LNG におきまして動詞の査定手法をあの今までも採用してきているわけですけれども、例えばそのアレキセイタンの使用量、まあこういった点で他事業者トップランナーベンチマークを用いて査定をするというやり方、またそれに代わるやり方としまして、これも過去査定において採用したことがございますけれども、燃料種別にその経営効率化のメルクマールを定量的に設定をしてしまう、例えばその 10% のカットということで、実際例えばその想定原価と比較した実績の削減率に準拠した率を用いて査定をすると、まあ、こういうやり方もございます。またあのトップランナーということで言えば、燃料種別ごとに単価ということではなく、例えば発電単価に着目をして発電単価の、トップランナー方式で査定をするというやり方もございます。まあ、こういったあのいくつかのやり方があるわけでございまして、まあ、これらについてまあどう考えるかと、という論点を記載させていただいております。ちょっと論点が続いて恐縮ですけれども、27ページでございまして、まず今申し上げたあの火力燃料費の単価のあり方とある種パラレルでございまして、品目としては火力燃料費とは別に購入電力量ということで立っておりますけれども、まあ、実際には自家発など、まあ、他事業者さんからその買うという品目があるわけですけれども、まあ、これについても基本的には同じ考え方でありまして、単にそのまま実績をということではなく、自家発と外から買っているものについても、まあ、単価のあり方についてある種ベンチマークの考え方を導入するということでございまして、この自家発等、まあ、供給需給対策のための自家発等については前回認可時27ページの中段に参考で記載しておりますけれども、前回認可時の扱いとしましては、まず実績ベースに踏まえた上で、まあ、一律その 10% の調達価格の削減努力を求めるということで査定を行った上で認可をしているわけでございますけれども、まあ、例えば今般同じような査定方針、
ベンチマークの考え方を導入するかどうかという論点でございます。また続きまして、30ページでございまして、これは取引所、卸電力取引所の活用という論点でございまして、これは松村委員からもご質問の形でいただいておりましたけれども、特にその中部電力における査定方針との違いということで、特に31ページにあります通り、中部電力における査定方針との違いの中で、一つ、論点としまして、需給運用上必要な予備力を確保し、これを超えるユニットを卸電力市場に投入することを前提条件としているわけでございますけれども、売約上量を試算する場合に、その当該の予備力についてどのように考えるべきかという論点でございます。中部電力のケースにおきましては、その原則 8% ということで予備力を置いたわけでございますけれども、北海道電力の申請ベースでは、最大電源ユニット相当ということで、申請が出ておりまして、これについてどう考えるかという論点でございまして、これ後ほど北海道電力からもご説明があると思います。32ページ以降、参考データを付しております。続きまして、39ページまで飛んでいただきまして、こちらは前提計画に位置づけられている経営効率化計画でございますけれども、これも1回目の小委員会からずっと議論されていますように、基本的には電源構成分認可制度の直接の査定対象ではないわけでございますけれども、前提計画に位置づけられている以上、ここはしっかりと小委員会として情報開示を求めチェックをしていくということで、チェックをしてきたということでございますけれども、39ページの小委員会でのご議論、また40ページでの国民の声、あるいは41ページ公聴会、こういったところで、大変多数この経営効率化の論点についてはご意見をいただいているということでございますし、消費者庁からは先ほどのチェックポイントでご説明あったように、非常にその司祭にわたり、この経営効率化の各論点について、事業者にその説明を求めるということで、ご意見をいただいております。42ページに論点として掲げさせていただいておりますように、そもそもその事業者によって、そのしっかりと情報が開示をされ、商品会としてその進捗状況、内容等がチェックされる必要があるということでございますし、また、これまで2回ほどのその商品会で、全体として、いわゆるその小委員会、あるいはその国による査定の中で示された枠としての、補正、いわゆるその補正申請の前提となる原価につきましては、一応進捗をしているという評価ができるわけでございますけれども、一部の品目についてはコスト削減等において未達となっているということでございますし、それに相当する他の品目での深掘りというものも見られたわけでございますけれども、通常、ある種平時であれば、そういった効率化の深掘りということ自体は当然望ましいわけですけれども、その深掘りした分を実際に何に使うかという局面にあたって、特にその原価に織り込まれていない支出をするということは、その分、ある意味その事業者としてのその純資産が削られると、こういう関係にあるわけでありまして、経営効率化の深掘りは本来は、需要家への還元、あるいはその財務基盤の強化というものに当てられるべきではないかと、こういったご議論が今までの商品会でもございました。それらを踏まえて、本日のその消費者庁さんのチェックポイントにもありましたし、商品会でもご議論いただきましたけれども、やはりそのユーザー還元というものをどう考えていくかと、こういったことについて論点として記載をさせていただいております。続きまして、50ページ49ページ50ページでございますけれども、これは総原価をすべて積み上げた上で、最終的にどういった料金を作っていくかというレートメイクの論点ですけれども、最大の論点としまして、今申請内容によれば値上げ額を一律に載せていくという形になっているわけでございますけれども、その現行の3段階料金を前提として、ある種その第1段階、第2段階および第2段階と第3段階、それぞれのある種の格差率をなるだけ維持していくのがいいのか、
それともその各段ごとの値上げ額を一律としていくのがいいのか、まあ、こういったまあ幅なのか率なのかと、まあ、こういった論点がこれまでの商品会でもご議論いただいたわけですけど、まあ、これを最終的にどういった形で考えていくかと、 ある意味その低所得者対策といったものをその想定をしていくのか、あるいはよりその額として影響を受けやすい需要家への配慮というものを中心に考えていくのか、まあ、こういった論点ではないかと思います。またこれもその類似議論されてますけど、需要家の選択肢という観点から新たなメニューの設定とは、まあ、これは本当にできないのかと、まあ、こういう論点でございます。最後55ページに飛んでいただけますでしょうか。これ前回議論した論点としまして、値下げ、電源構成分認可制度で値上げを認めた場合においてはやはり、実際にその再稼働が実現した後値下げをしていくということになるわけですけれども、これをまあ今般認可の条件としてしっかりとコミットしていくということではないかということでご議論いただいております。商委員会あるいはその消費者庁のチェックポイントにおいても、非常に強調されている点でございまして、57ページの論点に、書かせていただいておりますし、あと58ページ以降にちょっと前回ご約束した分類場合分けを、書かせていただいて、相当それぞれ司祭にいろいろと検討しまして、個別に委員の先生方にも、ご覧いただき、かつ議論もさせていただきましたけども、まあ大体64通りぐらいに分類できるわけですけれども、まあ、それぞれ、どういったまあ、ケースでどういったその値下げをトリガーしていくかということがいろいろと場合分けができるわけですけれども、まあ、大まかに全体として言えることをこちらの57ページの論点に整理をさせていただいておりますが、まあ、まずその大原則としまして、有識者会議の報告書で記載された料金改定実施後、まあ、改定の原因となった事象が解消された場合に再度料金改定を行うと、まあ、これが大原則でありまして、まあ、それを踏まえて、まあ、泊まり原子力発電所、まあ、3号機あるわけですけれども、再稼働時期の遅れがまあ直接的な値上げの理由ということである以上、想定よりも再稼働が早まった場合において原則として泊まり原子力発電所が1基ずつ再稼働するたびに本来消費者に還元されるべきではないかということで、まあ、1基再稼働すれば値下げを実施をするということでございます。でその際、これは前回北電さんの方から表明いただきましたけれども、値下げを機動的に実施するという観点から、まとまり原発の各号機が営業運転開始後2ヶ月以内という表現でしたけど、まあおそらく通常であれば値下げは月初1日からの値下げであるということが、まあ、通常多いと思いますので、基本的にはその翌々月の1日からと、その月の後半であればなかなかその翌月の1日というのはまあ難しいということなわけですけども、遅くとも翌々月の月初から値下げを実施すると、まあ、これが基本原則とするのではないかということでございます。でちなみに原価算定期間内に値下げを行った場合において、まあ、その値下げのやり方にもよりますけれども、原価算定期間終了時点で、まあ、さらなるリセット、さらなる値下げが必要となるという場合もございますし、また仮にその原価算定期間内に一機も再稼働しなかった場合と、まあ、こちらにおいては当然のことながらその分の事象が解消されてないということになりますので、まあ、期間内に値下げを行うことは、まあ、そういう意味ではできないということになるわけですけれども、その場合においても、前回ご議論いただいたように原価算定期間の後、一期再稼働をするということが実現した場合において、再稼働するたびにしっかりとその値下げを実施していくということが必要となるのではないかというご議論を前回いただいております。でいずれにしましても全体として値下げ幅等のその適正性をしっかりと確認していくということが必要であるということで、原価算定期間内、であろうと、その後であろうと、電源構成分認可制度によるその値上げの後、実際にその値下げをしていくにあたっては、電気料金審査専門商委員会がそのフォローアップしていくことが必要ではないかということを論点に書かせていただいております。それで、宿題になっていた100条の条件でございますけど、方々、
方々調査をいたしましたけど、結論的には料金以下にから関しまして100条の前例はございませんでした。そういう意味では今回もし100条の条件を付すことになれば、初めてということになるかと思います。事務局から論点は以上でございます。はい、どうもありがとうございました。100条の前例はないそうでございます。前例を作ることになるのかな。それじゃあ北電さんの方から宿題返してお願いいたします。北海道電力の酒井でございます。それでは資料7に基づきまして、ご質問、それと資料8に基づきまして、いくつか論点に関わることについてご説明をさせていただきます。それではまず資料7、お見くりいただきたいと思うんですけれども、2ページ目でございますが、前回ご質問といたしまして、社員数が若干26、27で25から増えてきているということに関しまして、本当に社員でやらなきゃダメなんですかというご質問をいただいております。前回 の必要人員のさらなる削減の時にご説明させていただきましたけれども、2ページ目、3ページ目、これ昨年の申請時点においてご説明した資料ですけれども、2ページ目が石狩湾新興発電所と3ページ目が北本連携設備でございます。で、いずれにいたしましても用地交渉ですとか許認可申請、こういったものにつきましては契約申請の当事者が責任を負うという必要があること、それと使用検討、工事管理、品質検査、こういったものにつきましても、北電社員の最終確認が必要となるということから、当社社員が実施することとしております。一方実際の機器の製作あるいは工事の実施、こちらにつきましてはメーカーさんですとか工事会社さんですとか、外地を活用することで、人員の効率化に努めているところでございます。で、4ページ目をご覧ください。火力発電所の補修計画で、前回あまり新しいものがないんですねというお話もいただきました。まず海外炭を燃料とするトマト頭発電所につきましては、低検工期を短縮して早期に運転を再開するということで、燃料費差がありますので、24時間作業など、各種の施策を適用しているところでございます。で、その他火力発電所につきましても、供給力確保の点から、提携における休日負荷の取りやめなどの施策を適用している、工期短縮に取り組んでおります。で、資金の例といたしましては、前回資料の、提携工期短縮事例に記載のとおり、今年4月から実施いたしました、トマト頭発電所2号機の提携におきましては、当社からの働きによります工事会社からのクレーン配置変更などの退職提案を取り入れておりますし、また平成24年度に実施したトマト厚間4号機の提携においてもクレーン設置台数を増加して工期短縮に努めております。で、これからも他社及び工事会社との情報交換に努め継続して取り組んでまいりたいと思っております。ご説明は以上でございます。で、資料8の方のご説明をさせていただきます。3ページ目をおめくりください。こちら水力発電所の補修計画で、過去実績と、どんな感じになっているのかというお話もございまして、整理させていただいております。水力発電所の補修計画につきましては、これまでも年度展開を図りながら計画を策定しておりまして、作業の実施延期につきましては発電所の状況を見ながら、需給状況等を総合的に勘案いたしまして、作業の実施前に最終的な判断をしております。補修計画に伴います停止電力量の実績、こっち黒い方の棒グラフになりますけれども、毎年度では変動がございますけれども、事前の計画に対しておおむね平均 10% 程度、実績の方が下回っていると、これは実設備実態を見て、クリーンベッドを行っているということでございます。いずれにしましても、おおむね計画に近い値となっているものと考えております。4ページ目をご覧ください。こちら、まず水力の、
発電側の平均の可能電力量ですけれども、今回料金原価におきまして使っております平均可能電力量につきましては、最新の当社の計画でございます平成26年度供給計画、こちらで用いております平均可能電力量を使ってございます。具体的にはパワーポイント記載の通りの30年間のバンドということでございます。では5ページ目をご覧ください。新エネルギーの原価の織り込みの関係でございます。で、今回原価につきましては、資金実績ですとか固定価格買取制度に伴います新規申し込みの増加状況を踏まえて、既存の調整力の範囲内におきまして最大限連携可能な範囲で織り込んでおります。で、新エネルギーにつきましては、前回もご説明させていただきましたけれども、電力の品質に悪影響を及ぼすことのないよう技術的な検証を進めながら、導入拡大に努めているところでございまして、今後ともさまざまな実証試験などを通じて導入拡大に取り組んでまいりたいと思っております。では6ページ目をご覧ください。前回キロワットだけを示しておりまして、発電電力量の方はどうなってますかという、お話、それと前回の織り込みに加えて、どうなのかというお話がございまして、発電電力量は先ほどの前のパワーポイントに記載の通りでございます。で、前回の計画と今回の、織り込み量の差でございますけれども、太陽光発電の電力量は低圧および高圧の500キロワット未満につきましては資金の導入量の伸び等を反映して想定した設備容量と、それと月ごとの、太陽光発電の稼働率に基づいて算出しております。で、高圧の500キロワット以上、それと特別高圧につきましては、個別申し込みの受給開始時期と、それと月別の稼働率に基づき算出しております。で、低圧から高圧500キロワット未満及び高圧500キロワット以上、こちらにつきましては、固定価格買取制度に伴う新規の申し込みより前回に比べ電力量は増加しております。で、特別高圧につきましては新規申し込みの増加はございますが、申し込み、された事業者さんの、自由によりまして、充電開始時期の遅れあるいは計画の中止、こういったことによりまして前回に比べて電力量は減少しております。なお、太陽光合計では前回計画に比べて26年度は減少しておりますが、27年度では増加しており、2カ年平均についても増加しております。で、26年度足元の実績、これパワーポイントに書いてございませんけれども、今回織り込んだ想定を、実績の方は若干下回って推移してきてございます。従いまして、想定が過小となっているということではございません。それでは7ページ目をご覧ください。こちら回避可能原価の記載でございます。これ再エネ特別措置法施行規則の中で記載しておりますように定義されているということで、一言で言えば電気料金原価で算定するもの、回収させていただくものとサーチャージでお客様から回収させていただくものの、ミシン目という言い方ちょっと変ですけれども、そこの区分けに使われているというふうに理解してございます。で、再エネが増えた場合は、燃料費が減少する一方で、それに見合うものとして、回避可能原価、回避可能費用、単価を適用して計算された電力購入費用を料金原価に算入しているということでございます。なお、回避可能費用を上回る分は、サーチャージといたしまして、電気料金と合わせて一律の単価でご負担いただくということでございます。副社長、すみません、ちょっとここでポーズをしていただき申し訳ない。梶川先生、そろそろあれでしょう、時間でしょう。すみません、ちょっとそれで、でももうちょっと燃料費だから次はこってりかかるのでですね、何かご意見があったら、あとそれとこの前の公聴会のコメントとどうぞ言い残しておいてください。
それじゃあ、前回公聴会に出させていただいた時の感想も含め、今後 の審査にあたる、私なりの意見ということなんでございますが、やはり前回公聴会に出させていただいて、消費者の皆さん、また事業者の皆さん、非常に今回2年連続であるということ、また大幅であることと、やはり現場でお聞きしますと、その切迫感が非常に伝わるものでございました。で、先ほど来事務局からのご説明もあるようにですね、今回査定項目というのは限定はされているんだけれども、やはりその前提となる経営努力に対する取り組みということに非常に強い関心がおありになり、多分私どもの査定委員会としてもそこに関するご説明は事業者の方から詳細にお聞きして、納得感のいく形になるかどうかは別にしましてですね、それを消費者の皆様にお伝えしていくということは非常に大きな使命なんだろうなという意識になりました。で、さらにですね、今後の査定に関しましては、そういう意味ではこの制度の中の査定項目である燃料費、それにの前提となる経営行動というものはですね、かなり考える最大の努力をされた上で、チャレンジングな目標というものもですね、相当置いて考えていくことが必要なのかなと。すなわち、燃料の使用効率であったりですね、購入する、これはいろいろ議論あると思うんですが、購入調達単価のようなものも含め、少し、我々会計の用語でいうと、標準原価のような形なんですが、それがかなり理想標準とまでは言いませんけれども、相当チャレンジングにものを考える良しというのもあるのかなということでございます。そもそも電源構成等々も、大きく言えば、消費者から見れば、それすべてが経営責任の中に入る話ではないかというような声も公聴会でもおありになり、そういったことも踏まえた上でですね、過去の経営意思決定の延長線上で今日があるわけですけれども、そういった大きな意味での経営責任という中で最大限のご努力というのを前提に、この変分伝編の制度の中でですね、どういうふうに査定考えていくかというような意識を持って、次の燃料費のテーマの中ではそのようなことが具体的には考えた次第でございます。どうもありがとうございました。単価も査定の対象だとおっしゃりたいわけでしょ。またゆっくり議論しましょう。はい、分かりました。すいません副社長、途中で遮ってしまって申し訳ありませんでした。じゃあ体操であるところの燃料費についてのご意見を伺います。それでは燃料費につきまして、パワーポイントの9ページ目から、ご説明させていただきます。まず今回の、伝編制度におけます燃料単価の取り扱いについて、今回の申請につきましては、伝編制度の制度指針に基づきまして、前回改定時に認可いただいた単価は変更せず、電源構成の変動に伴う数量変動のみを反映し算定いたしました。で、この単価につきましては、前回改定時におきまして、原価の適正性確保の観点から、数量の高によらず、他社と同じ基準で厳正に審査査定がなされたものと認識しておりまして、当社といたしまして、前回認可いただいた単価で算定することが妥当と考えたものでございます。で、当社の燃料価格水準につきましては、燃料費の大部分を占める、重油や海外帯については、前回改定より約1年が経過しておりますけれども、例えば LNG におけるシェールガスのような大きな環境変化がない状況となっております。また重油価格につきましては、いわゆるチャンピオン交渉価格をもとに算定しており、海外帯につきましても、競争入札などをはじめとする多様な調達方法の採用によりまして、全日本通関支付よりも割安な価格で原価に織り込んでおります。また、さらに原価算定期間中の導入が困難であるアレキセーターを含め、前回改定時の査定内容は全て取り込んだ上で算定しておりますので、当社といたしましては単価の低減策は最大限取り込まれているということから、これ以上の削減は非常に厳しいものと考えております。
なお、パワーポイントに記載ございませんけれども、まあ、事務局さんの方で本日ご提示いただいた、論点の中で、まあ、トップランナー方式の査定方式が、記載されておりますけれども、使用燃料における発熱量ですとか、費用分など、まあ、燃料品質、それと輸送体制や混圧設備、それと各発電設備の発電効率、また環境装置の有無、まあ、こういったことを各社間、設備間で、様々な相違がございますので、各社の燃料単価を単純に比較することは適切でないと考えております。まあ、従いましてこの点をきちんと考慮いただいた上で、公平性の観点を踏まえたご議論をお願いしたいと思っております。またメルクマルの設定につきましては、想定原価を削減する、あるいは、購入価格を削減する、こういったインセンティブが働きにくくなる可能性もありますので、この点も含めてご議論をお願いいただければというふうに思っております。11ページ目をご覧ください。失礼しました。国内炭の価格でございます。で、国内炭は従業員に対する経済性の観点から使用しておりますけれども、まあ、貴重な国内資源の有効活用にもつながっているものと考えております。で、今回の原価には3種類、長期契約価格と、長期契約の増量価格、それとスポット価格を織り込んでおります。で、このうち長期契約価格とスポット価格につきましては、まあ、前回審査で妥当性を確認いただいておりますけれども、今回は調達量を増やしていることから、認可単価のない、まあ、前回認可をいただいておりません、長期契約増量価格というものを設定しております。この価格につきましては、長期契約価格に、長期契約価格に増産コストを反映した価格となっております。まあ、こういった中で、今後、採掘条件どんどん悪くなってまいりますけれども、それに従いまして採掘コストの上昇ということも懸念されますが、26年、27年の価格につきましては、25年度価格据え置きという形で織り込んでおります。12ページ目をご覧ください。海外炭価格におけるアレキセイ炭の取り込みで、まあ、もっと早くできないのかという、お話をいただいたかと思っております。まずアレキセイ炭につきましては、通常の燃焼用としては品位的に問題点が多いということから、高周炭に少しずつ混ぜて燃焼する必要がございます。そのため、実機試験が必要不可欠と考えておりまして、トマト圧摩発電所で、平成20年から試験をスタートしております。で、その結果、ボイラー内に多くの灰が付着したということを起因して、燃焼上の不具合が発生したため、改善措置を実施しております。で、その最終確認を行うための試験、まあ、最終確認試験を、実施できない状況で、まあ、現在に至っているということでございます。で、最終確認試験の際には、負荷変動試験も行う考えでございまして、まあ、供給予備力に余裕がないとできないということで、泊発電所の再稼働後の試験を考えております。で、このような状況を踏まえて、まあ、現行料金では、平成26年度に試験を実施して、27年から導入する計画で、まあ、燃料費を織り込んでおりますけれども、まあ、今回の、申請の前提となっている再稼働時期、こちらを考えますと、27年度末までに導入できる可能性というのは極めて低いというふうに考えております。まあ、しかしながら、今回申請にあたりましては、まあ、単価を変えないという前提で、原価を作っておりますので、平成27年から導入する前提として、した状態のまま、海外炭価格に織り込んでいると。いうことでございます。17ページ目をご覧ください。次に供給力対策としての自家発等の活用についてご説明いたします。で、自家発の、余剰電力の購入につきましては、泊発電所再稼働までの需給状況が厳しい期間におきまして、こちらは供給力対策として行っております。で、今回の原価には、
泊原子力発電所、泊発電所3基とも停止していた平成25年度の購入実績をもとに電力量を想定し、単価につきましては、まあ、前回改定時に 10% の調達価格の削減努力という形で査定された認可単価を適用して申請を行っております。で、供給力対策にあたりましては、電力の購入先、これはいざという時に、北本連携線から先に受けてますと増量が期待できなくなりますので、供給力対策といたしましては基本的には北海道管内に限定されるものでございます。で、平成25年度につきましては北海道管内の調達可能なすべての事業者さんから購入をしておりまして、別の購入先を探すことは非常に難しい状況になっております。また自家発事業者の皆様には、当社の厳しい収支状況ですとか厳しい需給状況についてご理解をいただいた上で購入単価について交渉させていただいております。まあ、その結果、平成25年度におきましては、まあ、設定いただいた単価をなんとか達成できたところでございます。ただ調達先が限定される中で、これ以上の価格低減は難しいと考えております。それでは19ページ目をご覧ください。次に卸電力取引所の活用について、ご説明いたします。卸電力取引所取引の活用につきましては、総合資源エネルギー調査会、総合部会、電力システム改革専門委員会における整理を踏まえ、最大電源、ユニット相当、最大電源ユニット相当の計画外停止に伴う費用面の影響、それと北海道エリアにおける安定供給への影響などを総合的に勘案し、卸電力取引所取引における余力については最大電源ユニット相当の供給力を向上した上で全量を市場に投入するように努めております。なお記載ございませんけれども、卸電力取引所の取引につきましては経済合理性に基づき行うものと考えております。で、海外単価力発電所の、補修も現時点では必要最低限の実施にとどまっており、計画外停止に伴うインバランスの急消リスクも高まっている状況を考慮し、今回の計画においても余力の算定には最大電源ユニット相当を確保する必要があると考えております。次に21ページ目でございます。こちら前回お示しした、内容とパワーポイント上あまり大きな変更ございませんけれども、なかなか27年、まだ詳細な計画が組み上がっていない中で、お示しさせていただいてございます。現時点で考えている取り組みということを提示したものでございまして、来年度に向けて引き続きさらなる上積みを図ってまいりたいと考えております。なお個別の査定項目の対応につきましては、例えば先行投資に関わる査定対応など達成できないものもございますけれども、経営判断として、経営全般にわたる効率化により吸収していきたいと考えております。それでは23ページ目ご覧ください。23ページ目は料金メニューの見直しでございます。今回の料金改定では、お客様にさらなるご負担をお願いする中、お客様の選択肢拡大やご負担軽減につながる料金メニューの工夫ができないか検討を行ってまいりました。で、現在ピーク抑制型時間帯別電灯、こちらのピーク時間、それと3時間帯別電灯の午後時間に新たなバリエーション、少し適用時間を前後させるという形で、つきまして詳細検討を進めているところでございます。25ページ目をご覧ください。次に泊発電所再稼働後の料金値下げについてでございます。こちら前回の資料に一部、資料を追記修正したものでございまして、説明が不十分だった部分を補足してございます。まず一つ目は下側にの点線の枠に書いてございます一つ目の丸の部分でございますけども、1機動いたらやるのか、2、3機動いたらどうするんだ、いろんなご意見がある中で、料金の前提は早いのか遅いのかという判断につきましては、
験加算定期間の原子力設備利用率を基準とすることもできるのではないかと、まあ、いろんなパターン、先ほど、64パターンお示しいただきましたけれども、まあ、それをどうか捉えるかというのはこういった考え方ができるのではないかというふうに思っております。また速やかにの目安につきまして ② のケースで、営業運転復帰後と原価算定期間の終了時の遅い方ですよねというご指摘をいただいたのでそのように記載してございます。また事務局の論点整理の中で翌々月という記載ございましたけれども、まあ、例えば月末に再稼働しいたしまして翌々月の月始めとなりますとなかなかちょっと作業期間周知期間の関係が取れるのかという問題もございますのでその辺は柔軟な対応させてしていただければというふうに思っております。私からの説明は以上でございます。どうもありがとうございました。